はい、皆様こんにちは、キューブの D です。ということで今回もウィニングイレブンアプリ2020をやっていきます。今回は選手紹介ということでやっていきたいと思います。今回紹介する選手はもう画面出てると思うんですけど、国別 FP のジョーダン・ヘンダーソン選手ですね。リバプールのキャプテンやってますね。はい、でこの選手なんですけど、最初に言っておくと、今まで出てきた FP ヘンダーソンの中では一番強いと思います。じゃあ軽くステータスを見ていって、このその後に、プレイ動画を見ていただきたいと思います。はい、ボールコントロール、ドリブルも申し分ない数値ですし、これですね、フライパス95、ここはね相当バゲモンだと思います。はい、で全体的に、平均値はかなり高いと思います。でキック力もあって、ジャンプ、フィジカル、これですね、ディフェンスセンス、やっぱね、リバプールの選手だとね、やっぱアグレッシブネスがすごい高いのでいいと思います。アグレッシブネス96だから、ボール奪ってフライパスで前にっていうイメージですね。コーン16、ちょっと厳しいんですけど、ここは、ステータスはね全然ガチスカ級だと思います。ライジング、ワンパーバック、スピン、ピンクロ、アウトスピン、インターセプト、キャプテンシート、送信、グラパス、フラパスもどっちもね長所についてるのでいいと思います。スルーパスとか持たせてあげるとかなり使いやすいかなと思います。スキル追加に余裕がある方はぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、僕はそうですね、サントスの CMF、 サウルの位置ですかね、ここで使うことが多いと思います。はい、それではこの後は、1試合分はないんですけど、少しカットしたので、そちらを見てね、強いなと思ったら使ってみてはいかがでしょうか。それではどうぞ。はい、ということでですね、ここからは試合の動画、何分ぐらいかな、7分8分間ぐらいあると思うんですけど、1試合分ですね、大体を見ていただければいいなと思います。これはもともとね、ヘンダーソンの動画を撮ろうと思ってた試合じゃなくて、たまたまライブアップで B のサウルが普通で、ヘンダーソンが絶好調だったので、もしかしたら使えるなって思って撮った動画です。これ動画投稿してる人あるあるだと思うんですけど、この選手の動画撮ろうと思って焦点を当てるじゃないですか。そういう時に限ってね、その選手でいいプレーができないっていうのあるあるだと思うんですよ。でね、いざカメラを回さない、録画をしないっていう時に、おおっていうのが出るっていうの、そういうのがあると思うんですよね。この試合もね、強引にヘンダーソンに回そうとして、普通にロナウドで、普通にエッジターンとか入れて抜いちゃえばいいのに、わざわざ回すから、なんか逆に時間がかかるっていう。このガチャ、どこだっけ、イングランドとオランダか。で合ってるかな、間違ってたらごめんなさい。この2つを回したんで、ダイクとかが出るやつと、これ、ヘンダーソンとかが出る方を回したんですけど、残念ながら僕は3丁は当たらなかったんですけど、3丁はね、2列目飛び出しの中では確かに最高クラスだしね、ウィングの性能としてもね、わけわかんないぐらい並外れた性能してるんですけど、僕みたいにね、ウィングを使わない人からするとね、ちょっと難しい選手かなっていう感じはします。当たった人はね、ぜひ使ってみてほしいんですけど、 OMF 適性がないので、そこがちょっとね難しいなと僕は個人的に思いました。はい、イングランドは他の方は全員当たりみたいなもんじゃないですかね。スターリングとかは過去最強でしょ、総合値99でしたっけ確か。スターリング当たったんで、余裕があればやると思います。学校の方の課題とかとのね兼ね合いがあるので、その辺はでもスターリングの動画は多分結構いろんな方が出すと思うんでね、そこまで需要がないと思うんですよ。使ってほしい選手とか監督とかいたらね、コメント欄、ツイッターとかでもいいんですけど、教えてください。お願いします。
そうそう、多分最初にも言ってるんですけどね、あのヘンダーソン多分スキル追加枠多分残ってるんですよ、確か。確かね、残ってたらあれなんだけど、確か8個だった気がするんで、ヘンダーソンのねステータス的にはね、やっぱりスルーパスをつけられれば一番いいかなと思います。ドリブル系のスキルでもまあいいと思うんですけど、まあおすすめはスルーパスですかね。まあ守備力高くてパスもうまいしね、一応ライジングシュートなんかも持ってるんで打つことはできますね。まあ、組み合わせとしては結構面白いてか普通に強いと思います。ここなんかはまあただロナウドがうまいだけっていう、まあ外すんですけどね、今のロナウドは正直外すと思ってなかったんで、ね、フリーキックの精度とかもね、まあそこそこ高いので、まあ、メッシとかと比べちゃうとね、短い距離はあれなんですけど、まあ、割と中距離ぐらいだったら全然枠内狙っていけると思います。やっぱボックスとボックスの中ではね、1、2を争う使いやすさなんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、サウルとかあとゴレツカなんかが、あれもゴレツカサウル、あの辺りが一番なのかな。まあ、ボックス2ボックスで僕が個人的に思う、まあ、3トップは、あと3とトップ3は、まあ、1位がゴレツカ、2位にヘンダーソン、3位にサウルぐらいの感じで考えてるんですけど、まあ、多分ね、皆さんもボックス2ボックスを置こうってなった時に悩むのはその3選手かなと思います。まあ、攻撃的に行きたい時は、まあ、ゴレツカを置いて、まあ、ディフェンス、守備力重視でいきたいときはヘンダーソン。で、まあ、どっちもやってほしいなっていうときは、僕はサウルを置くようにしております。で、このヘンダーソンなんですけど、この人はね、まあ、アグレッシブネスの数値が90後半ぐらいあって、だ自分、ディフェンス能力の数値自体はね、多分そこまで高いようには見えない。まあ、高いんですけど、90前半とかね、高い数字には見えないと思う。見えない人はいると思うんですけど、アグレッシブネスの高さがね、やっぱリバプールの選手バケモンなんで、結構刈り取ってくれると思います。刈り取って、まあ、ちょっと長めのパスを出すっていうのが一番ヘンダーソンの戦い方としてはいいのかなと思います。まあ、フレマとかでね、まあ、オンラインもダメなんですけど、フラスル連発するのはまあ、あまり良くないと思います。クロスゲーは戦略としてありだと思うんですけど、フラスルゲーはね、戦略ではないかなっていうふうに僕は思うので、まあ、そのあたりはまあ、個人の考え方なんで、あれなんですけど。まあ、緊急時のクリア用のフラスルとかはかなりね、うまく通るのかなと思います。まあ、ヘンダーソンは、全然ガチスカ級の能力を持っていると僕は思うので、当たった方はねぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、この試合もまあもう終わると思うんで、うん、ただちょっと体の重さはあると思うので、まあその辺はね完全に個人の好みだと思います。多分最後ハイラットが、まあ、まあ、ロナウドとメッシの評価が高いのはいつも通りなんで、まあ、その下にヘンダーソン入ってきてるっていうのは結構いいと思います。ここもね、ヘンダーソンでおとなしく打っとけばよかったのにね、おしゃれなことしようとしてメッシに持っていかれるっていう。あとこれかな？そう、これ普通に抜けばいいのにわざわざ一回ヘンダーソンに回すっていう。頭、ヘディングの強い選手とヘンダーソンの組み合わせはかなりいいと思うので、ぜひ試してみてください。例えばロナウドとかね、バティストゥータあたり、おすすめです。はい。じゃあ今回の動画はここで終わりたいと思います。他にもね、いろいろ使ってみた動画とか、まあ、まだ始めたばっかで本数はあんまりないんですけど、ぜひ他の動画も見ていってください。で、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。